ガッキーさん、平本蓮は今後 MMA でどうなると思いますか？またいつも噛みつかれてますが嫌いですか？好きも嫌いもないけど、ニュースが不完全な形で書かれちゃうから、平本くんも俺を好きな人に嫌われちゃうし、俺も平本くんを好きな人に嫌われちゃうしで、絡んでもなんか得することがないなって思っちゃってるんですよね。だからなんかもったいないなと思って、なんかプラスにならないループを変わんないかなと思ってますけど、平本くんどうなんでしょうね。 MMA でもう練習すごいしてるだろうから、そのうち強くなるんじゃないですか。どこまで強くなるかわかんないじゃないですか。適性がもしかしたらすごい、キックボクシングの適性はとんでもないかもしれないけど、 MMA だとなかなか難しいっていう人もいるし、でも適用できちゃう人もいるだろうし、それはもう今後彼の可能性はまだ未知だから誰も測れないんじゃないですか。彼がどんな人に指示してどんな技術を身につけて、だまずグラウンドとかで絶対にやられないっていう基本的な技術とかがしっかりとしてきて、立って勝負できるようになったら、彼のもともと持ってる打撃とかすごい技術だから生きるだろうし、でタックルとかもね、気にしせず切れるような技術がついて、気にせず戦えるようになったら、やっぱりそこそこ強いだろうなとは想像つきますよね。